ベースとなった1936年、グラハムクルセーダーセダン日産70型は、日本の自動車メーカー、日産自動車が1937年から第二次、世界大戦中まで生産した大型乗用車である。4ドアセダン及び主に軍用に用いられた4、ドアオープンボディのフェートンがあった。小型乗用車、ダットさんの量産化に成功した、日産自動車の次のステップは、タクシー。 公用車などに用いられ、日本の自動車市場を接見していた、国内組立のフォード、シボレーなどのアメリカ車に対抗し得る、本格的な乗用車の生産化であった。先に1936年から、生産開始されていたライバルのトヨタ、AA 型乗用車は、国内組立のシボレーのエンジン設計を、ほぼコピーするなど苦心しながらの自主開発であったが、後発の日産が選んだ方法は米国で、 経営不振に陥っていた中堅自動車メーカー、グラハムページの乗用車とトラックの製作図面から加工工作機械までを購入し、日本に輸入するという大胆な方法であった。こうして誕生したのが日産七十型乗用車である。セダンのバリエーションはスタンダードに相当する標準型セダン及びデラックスモデルの特殊型セダンがあり、当時のタクシーハイヤーの常識に従って、 後部座席は3人が楽に座れるだけでなく、さらに2人分の補助席が設けられていた。内張り材料は純国産のラシャ張りとテレンプ張りが採用された。開閉式の全面ウィンドシールドには安全ガラスを採用、車体はオール鋼鉄製であった。一方、フェイトンタイプは陸組への納入を目的に、日産が独自に設計生産したものであった。 第二次世界大戦の激化で生産が不可能になるまで、セダンフェートン合計で約5500台が製造され、戦前はタクシーや公用、車用車として、戦時中はもっぱら軍用に用いられた。ありがとうございます。